ルイーズ・マリー・テレーズ・ダルトワは、フッコ・ベルボン長期のフランスの王族。シャルル・十世の次男・シャルル・フェルディナン・ダルトワとその妻で、両シチリア王・フランチェスコ・一世の娘である、マリー・カロリーヌの間の長女として、パリのエリゼグーで生まれた。弟は、フランス王位請求者アンリ・ダルトワ。イタリア名は、ルイーザ・マリア。1830年の7月革命勃発後、祖父・シャルル十世。 オジアングレーム公夫妻、弟アンリラと共に、フランスから亡命した。母、マリー・カロリーヌは1832年、ルイ・フィリップ一世を追い落として、息子、アンリを大いにつけようとクーデターを起こそうとした際に、逮捕され、エットーレル刑事パンリ伯爵との秘密結婚が明らかとなり、それに起こった、シャルル受世によりブルボン家から縁を切られた。そのため、 ルイーズとアンリは幼い頃から懐ついていたおばのアングレーム公婦人マリー・テレーズに養育された。パルマ公爵夫人ルイーズと子供たちラファミーユ・ユド・カーレで、ポム1845年に亡命先のゴリツヤのグラフ・ファンベルク城からパルマ公カルロ3世に嫁ぎ、4人の子供を設けた。1854年に夫カルロ三世が暗殺された後、息子ロベルト一世の殺傷となるが、 1859年に起こった第二次イタリア独立戦争により、息子と共にその地位を追われると、オーストリアの保護を求めて、ベネツィアに逃れた。その後、様々な復権運動が起きたものの、すべて失敗に終わり、1864年に、ベネツィアのパラッツォジュスティニアンで死去した。ありがとうございます。